子供の頃自分の意思じゃなくて、お父さんお母さんが聞いてたとかで物心つく前に覚えてる、聞いてて覚えてる音楽って何かありますか？は美空ひばりっすね。それはお母さん。はい、お母さんです。それでお風呂場でよくそのなんだろう、何秒お湯に浸かりなさいみたいなあるじゃないですか。何秒数えたら出ていいよみたいな、その間に美空ひばりをずっと歌ってました。多分レックスさんは曲作るときってフローとリリックどっちを先に考えますか？まあ、特に気にしたことはないですね。フローから始めるときもあるし、リリックから書き始めるときもあります。好きなプロデューサーと好きなラッパー、それぞれ思いつく限り5人ずつぐらい教えていただけると嬉しいです。あ、そうですね。プロデューサーというか、あんまり多分僕はトラックに対しての執着があんまりなくて、はい、なんだろう、まあ、どんなトラックに対してもその自分の乗せ方が 100% だったらそのトラックを活かせるって思ってるんで、そうですね、プロデューサーに関してはあんまり執着とかないんですけど、好きなラッパーはでも多分いっぱいすぎて、そうですね、絞れないですね、5人には。パッと数人、今ここ最近好きっていう基準だけだとどうですか？うわあ、やっぱまあラッパーじゃないんですけど、結構自分ラップヒップホップは聞かなくて、結構シンガーさんとかオルタナティブなサウンドとかエレクトロニックなサウンドの方が好きだったりするんですけど、最近だとクライロとか、あとは、なんか、ウェイバリー通りのウィザードたち時代のセレーナ・ゴメスの歌とかも好きだったりします。結構ベタですけど。